いいか、どうしようもなくなった時はすみませんじゃなくてありがとう。そっちの方がかっこいいぞ。ミサさん、いつもの寝癖を直してるからか、いつもより威圧感が少ないな。ミサ姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。あ、悪魔め、俺が汗水垂らして働いてる時に女の子とイチャイチャしやがって。日頃の恨み、腹さでおくべきか。それと、後で夏希に謝っとけよ。ありゃ相当カンカンだぜ。あの、なんで夏希さんは怒ってたんでしょうか。それくらい自分で考えな。あ、はい、すみません。じゃなくて、ありがとうって言えばいいんですか。お前ほんと言う図聞かねえな。そんなだから夏希も怒んだよ。すみません。くるり、どうしたあいつ。そう、ピチピチのうなぎをさぞ怖かろう。このまま後の二人もな。どうしました。何かが服の中に。悪魔、はい、私ゆるゆるしたの。ダメだよ。わかりました。もっと下。すみません、じゃなくてありがとうございます。お前バカか。外に逃がしてきます。誰か誰か一人一人になっちゃう。落ちないのか。落ちた。疲れた。